今回はでっかい石膏でっかい壁に対決するんだ。30分イエーイ。はい、で今日は後ろのでっかい石膏を書きます。ベルベデーレ、ベルベデーレ、武田さん書いたことありますか？あります、あります。ベルベ、ベルベ、ベルベデーレって喋ってた。しかも今回紙もでっかいですよ。紙もでかい、普通の木炭紙の倍でしょ。はい、で今日はちなみに彫刻家の方たちに来てもらってます。こういう対決系と武雄さんが木炭でなんか早いとかうまいとか言われたりするじゃないですか。実はそれただ彫刻家で木炭だからなんじゃないか。まあ今回はその武雄さんをぶっ倒してやろうっていう勇士たちに集まってもらいました。やる気満々で勝ちに来た。はい、どうぞ。 お三方なんかありますか？抱負というか反則技もいろいろ考えてきた。みんな閉まっていこうぜ。イエーイ。最初はグー、じゃんけんぽい、うじゃー、ぽい、はい、じゃあいきまーす。はい、よーい、スタート。ドゥン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 。ベルベ、ベルベ、ベルベ、ベルベデレ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 。シャシャシャ。誰のベルベ？君のベルベ。ベルベデレ、ベルベデレ。めっちゃうるせえよ。あ、太郎くんどうですか？後ろの人すごいうるさいんですけど。あれ反則っすね。反則ですよね。すごい形取りめっちゃ早いですね。ちょっと僕も反則しといたんで。反則しといたの？何したの？始まる前にちょっと印つけた。印つけた。ファイティー。どうですか？荒ぶっております。荒ぶってますね。もうこれもすごいいい感じなんじゃない？もうなんか伸び伸びと書こうと思って。倍盤ってやっぱ大きく動かせるから気持ちいいですね。楽しいですね。とりあえず手前がもうドーンってくる足場所なんで、だから手前足ドーンって書いてます。小丸さん、こすり出しましたか？はい、もう今たっぷり乗っけたんで。体の動きがすごいですね。髪がね、でっかいですよね、やっぱね。なんかこの正面位置のポイントとかありますか？ポイントはやっぱり足が手前にボーンと出てきてるんで、体の奥と手前のこの階段上をまずその空間を出さないとダメなので。だからめちゃ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 多く乗せました。なるほどね。はい、武さんどうですか？なんか、うん、めちゃめちゃうめき声聞こえましたけど。うん、あれはね、なんか自分を鼓舞するために、ね、その後静かになっちゃうんだよね。倍盤の紙に収まらないぐらいでかく書いてますね。うん、なんかね、あのスケールせっかくだろ、この紙でかいんで、なんか山描いてるみたいな感じで。あ、なるほどね。うん、なんかね、やりたいですね。俺もそうしよう。うん、あれその話聞いて。あ、すごいかも今。え、そう、すごい、すごいすごい。離れたんすよ。離れた。めっちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいいよ。いい感じかも。ここはね、うん、ポイントこの面だね。ここのちょっと見えるここで形がねめっちゃ変わるんですよ。あ、なるほど。ここみたいな。でもここの砂がりを出すといいのかもしれない。高尾さん真剣ですね。真剣です。この反射光のとこやっぱ、あ、そうです、うまく描けると超かっこいい。ここ今から正面裏の方に取り掛かろうかと思って、うん、私はもうここを描きたくてこの席を取りました。あ、なるほど。高岡さんはね、あの峠さんがね、講師歴100年ぐらいやってたので、ね、はい、あんな描写できる現役生は初めて見た。あー、すごい。じゃあ伝説の受験生。伝説の受験生やった、嬉しい。講師歴100年聞いたら何歳かな。武田さん、ちなみにこの像はなんで顔ないんですか？これ体しかないんですよね。うん、まあ、もともとないんじゃないかな。わけないじゃないですか。多分昔のだから割れちゃっ
ったんだと思うんですよね。そうですね。だから多分発掘された時にもうすでに割れて噴出してたんじゃないかな。欠落したなんか美しさみたいなこと、ね、ヴィーナスの手がないのとか。そうですよね。そうそう、あれあったらもしかしたら評価違ったかもしれないですよね。あ、まあ確かになんか変な手みたいな。なんでよ、すいません、ごめんなさい、カットカット、消去。あと半分でーす。うわー、早い。15分ってことですか。はい、あと15分です。ここから早いよな。あと半分ですけど、ここからちょっと作戦立てていく感じですか。作戦どころじゃないですけどね。作戦どころじゃない。でも、回り込みかな。背中のちょっとこの前後関係をここがちょっと離れてます。なるほど、なるほど。じゃあそこに結構木炭を乗せて。そうですね、奥行きを出す。はい。お、ここでパンを使いますか。これは事前に耳を食べておいたパンです。本当だ。そういうことだったな。お腹が減ってるのかなとかって思ったんだけど。おやつみたいに食べてた食パンの耳は実は画材を作ってたんです。めちゃめちゃ作詞だ。でも熱い空間出てきましたね。はい、もう頑張って。さすがだわ。この短時間でってか密度めちゃめちゃ高くなりそう。ここら辺描くと迫力上がるんで、もうちょっとここら辺を詰めていきたいんですけど、上に何も手が入ってなくてやばいです。なるほど。この手前が見えてくればね。そうです、そうです。短いから描きどころのポイント定めるの大事です。そうです。今のパンはどこら辺に使ったんですか。あ、今もう光をとにかく、うん、回り込みとか回り込みとか、うん、ちょっと最初グリグリにやりすぎたので、うん、最初言ってた階段状のデコボコみたいなのが出てきたんですよ、ね、ここからあと大体10分ぐらいですけど、ぐらいどういう感じの作戦でいきますか。どういう感じの作戦、いけるとこまで形は感じるような内容にはしたいですね。なんか描写していくポイントとかあるんですか。描写していくポイントは、うん、まあキュッとなってるとことか、テンションかかってるとことか、うん、こう動きのひねりのこう角とかをとにかく見つけて動きを出したいです。でも武井さん、手前側の足がめちゃめちゃ出てきますね。出てきてるでしょ。出てきてる。そうなのよ。ありがたい、嬉しい、褒められた。これ本当もうね、画面からね、なんか5メートルくらい出したいんだよね。なんか出す時のポイントとかってあるんですか。はい、やっぱ明快な明るいくらいのコントラストと、こすらず生の調子で木炭バキバキ折りながら、すごいですね。出てこい、出てこいですね。出てこいっすよ。はい、出てます。出てます。出てます。めっちゃ出てます。ありがとう。純粋な少年で。いやー、早い、早いっすわ。はい、終了です。終了だ、みんな終わりだよ。はい。みんな終わりだよ。お疲れ様でした。30分、めっちゃ疲れたっすけど、どうっすか。意外といけましたね。おお、言うのよね。トマロさん、どうした。いやー、やっぱね、髪がでかいので動かないと離れて見ないといけなかったりとか、アクションがでかいんで、もうヘトヘトっすね。いや、まあもうとにかく足出してとか、うん、こうね、面とかなんかガチって見えればいいかなっていう感じで、クロッキー乗りでやったんですよ。でも一つだけ失敗したのが、こうアウトライン的なこう当たりを全く取らずにやったんで、普段の構図と違くなったっていうのはちょっとね、あるんですけど、まあそこはもう書きながら合わせましたね。くの字が、くの字かっこいいよね。あ、来てる来てる。私はですね、他の人たちより一番低いところで描いてたんですけど、この太もも裏のこの回り込みをとにかく結構気にして描いてました、うん、この手前ガーンみたいな、ね、ギュイーって感じを意識したので、上にあんまり手は入らなかったんですけど、楽しく描けたし頑張りました。いやいや、30分で見えないよこれ。もう描けちゃってる、描けてるね。もうね、ここね、言いたいことは言ってるからね、うん、もうほぼ完成に近いって感じするんだよね。3時間やってない。いや、絶対勝ったと思ってたんですけど。いや、だってちょっとやっぱワイヤードリングみたいに形
やっぱ書くんだね、タロってすごいね。でもね、うん、並べてみるとね、うん、薄いのと、うん、ちょっとね、構図もちっちゃかった。ここ入れたかったんですけどね、設置を入れたかったんですけど、ちょっとちっちゃくなった。あとね、5分あったら、うん、もう載せるとこ分かってっから、これで1位になれる。すげえ、なんかかっこいい負けをしみてる。僕のどうすか？さすがっす。さすがっすね。でけえ。なんかまだ動いてるけど、一応ここ出すみたいな。出てる。はい、さすごい。空間みたいな、やろうとしたんですけど。いや、はい、もう木炭と、すごい仲いいっすよね。そう、木炭と仲良く、ね、なるのが俺の目的なんで、はい、ね、10種類ぐらいの使い方してる感じがする、ね。そんなお褒めありがとうございます。いやでもやっぱね、すげえ30分でこんなにね、あのみんなが揃うとは思わなかったの、仕上がりが。びっくり。今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。じゃあまたね。